こんな場所で会えるなんて嬉しいな。ちょっと探し物があったんだけど、疲れちゃったから一休みしてたところ。それじゃあさ、一緒に迷宮攻略してくれないかな。足手まといになったりしないから。大丈夫だよ。それに急いでるの。お願い、一緒に行かせて。うん、キリトの言うことなら聞くよ。足手まといにならないでしょ。この世界を壊してしまう何か、それを探しているの、多分。そう、だから急がないといけないの。でも、だからこそたくさん探索に出て、いろんなものと出会わなきゃいけないんだ。私は、この世界を守らなきゃならないから。というか、私のことよりも、キリトは、クリアのために頑張ってるんだよね。
ったらさ、パーティーのメンバーもよく考えてさ。な、何？キリトにはもっと強力で頼りになるお姉さんの助っ人が必要だと思う。ダメだよキリト、今で満足だなんて間違っていると思う。だって私が活躍できちゃうくらいなんだもん。もっとパーティーとしてのバランスも必要だし、一人一人ソロでの強さにももっとこだわらなきゃ。具体的に言うと、リーファは剣に頼らず、もっと投擲武器を使えるようになるべきね。私はリアルでも剣道をやってるわけだから、わざわざ投げる武器なんて。それに、投擲武器なんて使っても、キリト君の邪魔になるだけだと思う。キリトならうまく避けると思うけどな。キリト君任せになるのは良くないよ。それにあなただって投擲武器使ってないでしょ。だってバランスの問題があるからね。キリトの隣に立って戦うだけのかっこよさもあるし。私みたいなお姉さんがキリトと並んで戦うのってかっこいいでしょ。キリトの横に立つなら大人の魅力がないとね。そんなの関係ないでしょ。じゃあカッコ悪い変な人がキリトの横で戦っててもいいの？それは前提条件が違くない？キリトはどう思う？まあでも、キリトに一番お似合いで役に立っているのはやっぱ私かな。さあキリト、先に進もう。ごめんキリト、ちょっと用事思い出しちゃった。今日はここでお別れ。
しは前に進めたかなって思うから、今日はそれでいい。うん、大丈夫だよ。ありがとう。じゃあまたね。行かせちゃっていいの？いよいよか。それって そうだな。